はい、皆さんはこんばんにちは。そしていらっしゃいます。佐藤幸です。それでは白き鋼鉄のイクス2やっていくよ。お疲れ様、二人とも。今日は私がメッテしよっか。琥珀とヌルジョ。サポートならお任せください。じゃあなんかヌルもさ、機械っぽいんだよね。ヌル怪しいよな。敵だろ絶対と思うんだけど。それでさ、その時アキラ君が京太君に返した言葉、一般教養だろ。でしょ、アキラ君トマトに詳しすぎるよ。詳しくて悪かった。はあ、私の知らない人間さんの世界のお話、大変興味深いです。お手間でなければもっと教えていただきたいです。任せて、アキラくんのこといっぱい教えるから。僕もアキラくんのことなら根掘り葉掘り何でも教えちゃうよ。はい、ぜひともよろしくお願いします。目の前にいるんだ、本人の了承ぐらいは取れ。あ、いや、そもそもなぜ俺の話に限る。なぜだ。それでさ、その時アキラ君が、あれ多分王とか返した言葉、一般教養だろ。だな。アキラ。オーケー。お疲れ様。それ。それで歌の設定、あれがないね。復活する時の曲は出てないんだよな。というわけでミッションスタートするぜ。まあこれは多分なんだけど、全部武器手に入れてからの方が集めやすいよね。では上層への通路をやっていこう。なんだろう、エリアボス的なやついんのかな。後に続く二人のためにも、なるべく敵は倒滅しながら進むとしよう。ミッション。ミッション。アンカーネクサス。アンカーネクサス。なんかありっぽいな。でも今多分いけねえな。やった、宇宙撃破。お、これはビョーン。あぶれ、ドゥル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 、ビュービュン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 。あれ、よっと、なんもね。あれ、うわ、なんだ、ビャン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 、ほい。あれ、あれ、あっちゃ、危ない。なに、グラビティ危ねえ。ドゥルドゥルドゥル、はいはい、あっだー、お前。はい、ダメか、いてー、開いたー、はい、あらやったー、うざい、暗い、降りてくんじゃねえ。はいよ。あれ。
チェックポイント触っちゃうとさ、スコアがゼロになっちゃうんだよね。俺は悪いの。これでもどうやって行くんだ。なるほど。これでいけるよ。あれ、あーっ、ダメか。よっ、あれ、よっ、やった、足らねえ、よっ、はっ、はい、どうやどうやどうや、抜いて、なんだ。見つけた。お前だ。お前は塔の前で朽ちていた。俺の名はイチロ。貴様を倒し、貴様を超える、それこそが俺の使命だ。何を言っている、何を言っているんだ、イプシロン。待て、あら、うん、バカな、あら、うん、またか。何？ちゃ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 、ムカつく野郎だぜ。ファザー、なんだ、ってひどっ、あら、さよなら、あらよ、ない、リミッターカップ、このダークネス、クラス、どりゃあ、B だよ。くそ、なぜ
ない。マザーの右腕たるこの俺がまだ強化が足りないのか。データを集めなければ。何だったんだあいつは。アキラ君のこと超えるって言ってたけど、アキラ君どこかで恨みでも買った？全く覚えがないな。元の世界ならともかく、ここは異世界だぞ。塔の前で朽ちていたことといい、あの言動といい、まともな状態とも思えん。 AI のエラー、誰かと俺を取り違えているのか。とりあえず危険は去ったみたいだし、琥珀ちゃんたちを呼んでこよう。それでここが行き止まりみたいだけど、なんかデジャブ。またこのパターン。いい加減にブンスコだよ。今度はブンスコ必要みたいですね。しょうがない、サーチしてみますか。墓守の反応。おっとこの場所はラボブロックに工場ブロック、寒冷地ブロック。この上層フロアは下層フロアと比べて研究施設や工場などが多いようだな。あ、さっき前を通ったけど宇宙空間を再現したブロックまであったよ。すごそうな場所がいっぱいだけど、さすがはキーがないと入れない区画ってことか。その分警備も厳重になっていると考えるべきだろう。あのイプシロンもまたいつ襲撃してくるかわからん。そうだね、全員気を引き締めていこう。おお、ほらルルちゃんも一緒に。聞いて聞いて、ここのソファすっごいふかふかなんだよ。さすがは異世界だね。皆さんのお役に立ってに。聞いて聞いて、今回の歌もすっごく良かったよロロちゃん。メイン CPU に染み入りました。よかった。それウイルスや。よし、これで配信しちゃうね。お前たち何をしているんだ。ネットにアップする前に僕の新曲動画を2人に確認してもらってたんだ。異世界に来てもお前はたくましいな。ワーカーのみんなもなかなか大変そうだからね。それにこっちに来てからいろんなワーカーにお世話になったし、この世界のワーカーも元の世界の人たちも一緒だよ。どうにか元気づけてあげられたらなって思ってさ。ご自身こそ大変な状況なのに他の方を励ますことに精を出される、まさに希望の歌姫です。私もロロさんの歌を聴いていたらなんだか元気が湧いてきました。うんうん、歌は世界を救うってね。元の世界に帰ったら多元世界を股にかけた超次元歌姫目指してみようかな。大きく出たな。だがお前の歌には俺も助けられている。それもいいだろう。戦闘的な意味で。あ、ボーイズスタートダッシュか。ミッションスタートだ。あ、うわぁ、4つあるわ。ミッションブレイクホイールって何？やば。あらよ。あだだだだ。あ、いいんだ。あら、痛い。
え、なんか意味あんの？なんもあらへん。ここなんだ。うわぁ。なるほど。あれ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 。あれよ。あれだ。あれはなんか違うの。今無理。あれよ、あれよ、あれよ、危ねえ。まあただ近道ができるってだけね。あれやっちゃうだな。オーバーヒート。さよなら。あれ。あれ。あやだやだ、危ねえ。いろいろありすぎだろ。こねえねえ。あれ。で。なんだ。来た。攻撃準備コール可能性を発動。あれ。何や。あ。あいてそうそうだよ。これか。ああ、やられた。ゆうちゃんは食べない。
だーもう。ヒーリング使っててもいいんだよ。僕は頼って。だが断る。長えな。ほう、今のをかわすか。さすが妹を倒しただけのことはある。妹？俺はオートクロン。お前たちが破壊したベスパは俺の兄弟機だ。兄弟？復讐のつもりか。いや、破壊といってもどうせ今頃修理中。復讐のつもりなどない。それで侵入者の排除は俺たちの使命。使命に従いお前たちを排除させてもらう。なるほど。誰だっけ。蜂の人か。あ、なんうぜえこれ。おい、ケツが開いてるぜ。ダメ。早いわ。あ、なんだそれ。魅力ね。やだ。
いい加減にしろよ、あいつも。ヒーリング食らうがいい。ブームステイブラスト充填開始。あだあです。終わりだ。だあ、いででで赤いしすぎでしょ。情熱ドル、リミッターカップ。このダークネス下すドコーン。妹よ、私は B。 絶対 B やね。そういえば墓守って倒した時同じ素体になるよね。私たちワーカーはみんな共通の素体をベースにフィックスと呼ばれるプログラム粒子で構成されているんです。フィックス、ナノマシンのようなものだろうか。ナノマシン、興味深い技術だ。墓守さんともなれば素体も特別なものを使っているかもしれませんが、基本的には私たちと同じ仕組みのようですね。なるほど。だけどさ、みんな使命がどうとか融通が効かないのばっかりで、ヌルちゃんとは全然違うね。はあ、それは私の方がおかしいんです。え、ヌルちゃんはとってもいい子だよ、おかしくないよ。いいえ、私はただのエラー品ですから。エラー品？どういうこと？私たちワーカーは製造時に土木作業や工場の運営などそれぞれの使命が与えられます。けれど私は製造時のエラーで、使命が与えられないまま製造された失敗作。本来なら私のようなエラー品は世に出る前に処分されるんですが、少し変わり者さんの仲間たちが私を拾ってくれまして、ヌルという名前をつけて何の役にも立たない私を育ててくれたんです。ヌル、空白か。は、名付け親さんが言うにはヌル、何者でもない私は何者にでもなれる。他のワーカーにない無限の可能性が広がっている。そんな希望のこもった名前だそうです。だけど私悩んでしまうんです。私のようなエラー品が何者かになれるのでしょうかって。ヌルちゃんって、あ、すみません、なんだか語ってしまって。ううん、いいよ、これからはそういうお悩みじゃんじゃん言って。ヌルちゃんがエラー品って言うなら私も似たようなものだったしね。琥珀さんも？うん、私や私の仲間たちも元の世界では化け物にされて育ってきたんだ。でもアキラ君が助けてくれた。仲間たちもお姉ちゃんにかくまわれながらだけど、今はみんな元気に暮らしてる。だから私もアキラ君やノロちゃんだってお悩みノロちゃんの力になるよね。アキラ君、ノロちゃん、お悩みルル、もちろんヌルか。本当にその使命とやらが欲しいのなら、お前が望む行動を俺が組み込んでやろう。ありがとうございます、アキラさん。でも大丈夫です。はいぞ。もう少し自分で探してみようと思っています。私だけの使命を、それが私を育ててくれたワーカーたちの望みのようですから。そうか、過ぎたことだったな。いえ、もし私に使命が見つからなかったら、
その時はぜひともお願いしますね。お疲れ様、二人とも。今日は私がメンテしよっか。オプティックラウンドは四方にビームを放射するエクスウェポン。かなり広範囲を攻撃できるエクスウェポンだね。ビャーンと。エクスウェポンボタンを押すたびに出るビームの方向が変化するんだ。まあボタンは押しっぱなしでも OK だけど、周囲に貼るビームの輪っかはバリアみたいにも使えるから、敵に囲まれた時は使っていこうぜ。光の輪っか、なんだかちょっと神々しいよね。ありがたや、ありがたや。ガムナガムナ、アキラくんがミッションから持ち帰ってくるクリスタル、すっごくキラキラしてて綺麗だよね。エネルギアコアですね。私たちのエネルギー源なんですよ。なるほど、金。この世界の機械はほとんどがこれで動きます。なるほど、つまりヌルちゃんたちのご飯ってことだ。他の方に何か譲ってもらったり手伝ってもらうときはこれを渡すのが私たちの世界の風習でもあるんですよ。つまりお金でもあるってこと。綺麗な上に食べられるお金か。言っておくが、あくまでそれはバッテリー、琥珀では食べられないぞ。それくらいわかるよ。アキラ君と私のこと時々すっごく残念な子だと思ってない？しかし何にでも使える汎用バッテリーか。これだけ取っても凄まじい技術力だ。あ、話そらした。今日ご紹介するのは、あら、僕の新形態モードヒーリングだよ。モードヒーリング、癒し系。でもこの姿、見た目だけじゃないんだよ。なんとアキラ君の HP を完全回復させることができるんだ。え、本当に？でもそれお高いんでしょ。それがなんとただスキルメニューから選択するだけで何度でも HP を回復できちゃうんだ。すごいよ、ロロちゃん。まさにこれは回復革命だね。すごいです、ロロさん。今すぐ使ってみなくては。なんだこの茶番は。それと言っておくが、ヒーリングを使用する際はリトライマーカーを取得した時のように貯めたクードスがスコアに生産される。ミッション遂行には何の影響はないとはいえ、全くのノーリスクというわけではない。もうアキラ君は真面目だな。ただではあるんだから嘘は言ってないでしょ。そもそも誰に向けた茶番なんだこれは。イプシロン、まさか。簡単な思考ルーチンで動いてる他の警備メカと違って、イプシロンはワーカー、自分自身の意思である程度決まり事を無視というか柔軟に解釈できるのかも。初めて目撃した時の破損具合から見て単に AI が故障している可能性もあるがな。どちらにせよこの場所に琥珀たちを留めておくのは危険かもしれんな。私は大丈夫だよ。アキラ君が作ってくれた武器もあるし。はあ、私もいざとなれば都市空間で戦います。ドギャー。念のため護衛装置を作っておこう。何かあったらすぐに通信で知らせるんだぞ。アキラ君、ボーナスパネルは集めてる？一つのミッションに4枚隠されてるボーナスパネル回収するとクードスが増えるみたい。もし回収してもミッションをクリアしないと取ったことにはならないから、そこだけ注意してね。全部のパネルを集めると何かいいことがあるかもしれないよ。わかった、気にしておこう。メタのこと。ではミッションやっていこう。工場ブロックだ。スキルを強化したいけど今のままじゃどうにもならんのよね。
古い。こいつはロックオンが 2個できるようになれば強くはなるんだろうけど、いて、まあパンチしてくれる。ほらよ、ほらよ、ほらよい、さいなら。何くわっ、あぶれあぶれあぶれ。ちょっと傾けないとダメなのか。上には何があるんだ。上別に何もねえや。いて、やろう、ほら。で、お、これはなんだ、どうすりゃいいんだ。行って。メギドバーストでスッ飛ばす？スッ飛ばせないね。バカなんでも無理。どうすりゃええねん。うざい。よし。ふっ。ふっ。じゃあ、ふい。さらば。だい。こねろ。待てー、あーだっち、危ねえ。だフレッやばい。うわ、危ねえ。この野郎。やれよ。あらー、オーケーイ。なーくそ、ギリギリ。ああ危ねえ。ほら、うっ、てっ、ほら、うっ、あらーい。
なんだあれ。あれ。で、え？この野郎、いやーダメだ、あーな、うん、やってくんじゃねえよ、はいてで、なんもねえし、あーだー、嘘やん、来た、エグゾシス、よろしく頼むぜ、うるてりゃあ、こんなところに。ボーナスポイント関係ない。これになっちゃうと。アーサー死んだ。貴様が隊長を倒した墓暴きであります。隊長、誰のことだ。デイサイト隊長のことであります。自分はフルマド、隊長直属の部下であります。誰だ。自分の全力を持って貴様をほふってやるであります。いやー、なるほど。いざ突貫。うれ、ねえ、おお。よろしく。で、あれ。はい、どうすんだ。ただ切るだけじゃねえば。えぜ、なんだそれ、先読むか、あーもうダメだ、消滅する、どれリミッターカップ、待ち、
団長の元に。シュガトリングね。一人のご飯はちょっと寂しいな。アキラくんには必要ないかもだけど、今日は一緒に食べない？ロロさんやアキラさんが作る電気は格別ですね。この世界の電気と何か違うんでしょうか。一人のご…ガトリングスコールは強力なガトリング攻撃ができる X ウェポン。発射までにちょっぴり時間がかかっちゃうけど、その分とっても強力な攻撃だよ。一度打ち始めるとエネルギーが尽きるまで連射を続けるんだけど、もう一度 X ウェポンボタンを押せば途中で止めることもできる。ワンポイントテクニックだね。小耳に挟んだ情報ですが、ガトリングスコールでしか壊せないものもあるみたいですよ。怪しそうなものにはぶっ放しちゃいましょう。なんかヌルちゃんが言うとちょっと怖いね。ぶっ放しちゃいましょう。アキラくんがミッションから持ち帰ってくるクリスタル。もうこんな時間か。あ、来た。ちょっとお腹空いちゃったかも。どうぞ、琥珀さん。食べ物です。たくさん持ってきてますから。ありがとう、ヌルちゃん。それじゃあ、いただきまーす。はぁ、食べられるものがあって、よかったよ。もう人間はいないのによく残ってたね。はい、これも創造主様が残した半永久保存ができる食べ物だそうですよ。人間さんに必要なエネルギーがこれ一つで全部補給できるんだと保管していた方が言っていました。誰だそれ。ごちそうさま。栄養はいいんだけど、琥珀ちゃん、そればっかりで食べ飽きたりしないの？うん、このシャキシャキサクサクしたの不思議と食べ飽きないんだよね。味もいろいろあるし。あ、今のはなんだかよくわからないけど美味しい味だったよ。見た目はただのブロック食だが、これも卓越した技術の結晶のようだ。これ一つ元の世界に持ち帰るだけで世界の食料事情は大きく変わるだろうな。え、そんなすごいの食べてたの？レーション。極寒ブロックに行きたいところだが、まあ、今回はこの辺にしとこうかな。そろそろここら辺全部行けそうだし。わからん。あとまあスキルとかもやった方がいいのかな。これに、これで、ガトリングかな？それ。あー、ダメだった。まあいいや。はい、というわけで、まあ、今回はこの辺にしときましょうかね。まあ、では次はですね、この二つやって、多分連絡橋。で、多分最後かな。はい、それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。